アイテム番号 SCP-988JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-988JP が設置されていた。工場は現在財団が買取管理下に置かれています。作業員に扮した職員が8時間ごと20名で巡回し、敷地内に一般人が入ることを防いでください。実験を行う際はセキュリティクリアランスレベル3、988以上を持つ職員2名以上からの許可を得ていってください。SCP-988JP-1 は実験が終了した後に処分してください。維持要請のある SCP-988JP-1 の場合は敷地内の収容棟に適宜やキラーあった方法で収容してください。説明 SCP-988JP は、県の工場に設置されているはしごです。外部からの様子と異なり、実験の結果少なくとも、M までは登ることができることが判明しています。SCP-988JP を登る高さが10メートル増えるごとに登った人間、以下被験者、が、被験者の年齢、年、登った高さ、M、割る10、年の時に被験者自身が手に入れて最も嬉しかったと推測されるもの、い。下 SCP-988JP-1 が SCP-988JP から半径10メートル以内の地表に出現します。SCP-988JP-1 は被験者がもらった当時のオリジナルと同一の組成のものです。実験記録、988-1、2016年04月1日。対象 B、988-1、44歳。実施方法コード K を取り付けた D、988-1 を SCP-988JP に登らせる。結果、10メートル肉じゃが、D クラス職員用の食堂で配給されているものと同一。20メートル、交流中に D、988-1 の配偶者から支給された書籍と同一。30メートルモンゴロイドの男性の死体、D、988-1 が殺害した被害者の一人。40メートル人物写真、D、988-1 と D、988-1 の子供が写っている。50メートル D、988への感謝の念が書かれた手紙、D、988-1 の子供の筆跡と一致した。60メートルホールのショートケーキ、70メートル3人の人物が描かれた絵、D、988-1 の家族と考えられる。80メートル折り紙で作られたチューリップ、90メートル、写生の財布、100メートルモンゴロイドの女児の死体、DNA が D、988-1 の子供のものと一致した。110メートル、写生の腕時計、120メートルモンゴロイドの女性の死体、DNA が D、988-1 の配偶者のものと一致した。なお当該女性は現在も存命している。130メートルモンゴロイドの女性の死体、上記と同一。140メートル40万円分の紙幣、当時の D、988-1がもらったボーナスの金額と一致した。150メートル、写生の自動車1台。分析もらって嬉しかったものの中には生物も含まれるようだ。ただし死亡した状態であることからオリジナルと同一の組成のコピーを発生させていると考えられる。後期 SCP-988JP-1 の確認作業後の D、988-1に治癒度の精神疾患が見られた。オブジェクトの特異性に由来するものではないと考えられるが、使用した D クラス職員のアフターケアの必要があると思われる。ほ以下の文章は、工場で発見された文書の内容です。書いた人物は1974年06月25日に自殺した工場長であると推測されます。1974年04年02月24日。今日は30メートルまで登ることができた。この年になってもやろうと思えばなんとかなるものだ。そして降りた時に見つけた手紙。これは私の還暦のお祝いに社員たちがくれたものだ。よく覚えている。一度もらったものなのに涙が出てくる。これも年のせいだな。1974年03月8日。90メートルを達成した。あともう少しで三桁に入る。今のところは体もまだなんとかなるし、みんながいない夜の間にことを終わらせることができる。しかしこうならなくなる時はどうしようか。まあ、それはその時考えればよいか。大事なのは目標まで登ることなのだから。そして今日見つけたのは財布だ。誕生日に妻がボロボロだからと言ってプレゼントしてくれたものだ。まあ、これも今はもうボロボロだが。1974年04月12日。
190メートルにもなると往復でかなりの時間がかかってしまう。もう夜中でやることは無理そうだ。一日中人のいない休日にやろう。頻度は落ちてしまうが仕方がない。それはそうと今回は妻の得意料理であるエビフライを発見した。これが私が最も喜んだものであるらしい。まあ、この年はまだ心の傷も癒えていない時ではあったのでこういうことなのだろう。美味しかったがソースが欲しかった。1974年06月9日。ついにあの子がいた時間にたどり着いた。240メートルまで登れるようになり帰ってきたら私は発見した。一枚の絵だ。そこには私と妻、そして自分が描いてあり皆笑顔であった。そしてあと少しでこの笑顔がまた帰ってくるのだ。私は決意した。次に登るときはどんなに疲れていようと目標の300メートルまで登りきる。そしてまたあの生活を取り戻す。1974年06月15日。はしごを降りたら娘があった。工場長と SCP-988-JP、また、工場長が自殺する前に火葬を依頼した身元不明の遺体の因果関係については現在調査中です。